キリル・ビクトロビチ・パンチェンコは、ロシア・リペツク出身のサッカー選手。FC ・アルセナル・トゥーラ所属。元ロシア代表。ポジションは FW。1989年、サッカー選手であったビクトル・パンチェンコの下で生を受けた。後に父親は、ロシア・プレミアリーグで、得点王を獲得した。幼少の頃は、父のトレーニングを間近で見ていたことから影響を受けた。 最初はサッカーが好きというだけでプレーしていたが、スポーツスクールに入りキャリアを考え始め、父親と同じようにサッカーの道へ進み、PFC チェスカモスクワや FC ローコモティフモスクワのアカデミーでサッカーを習った。2008年、セカンドディビジョンの FC ディナモスタブポリでサッカー選手としてのキャリアを始めた。2009年には、 f c ニジニのブゴロドと FC スタブポリエ -2009 に席を置く。スタブポリエ -2009 では、危機意識を持ち懸命に、プレーをして14試合で8得点を挙げる活躍を、した。2010年1月下旬にファーストディビジョンの FC、モルドビア・サランスクに移籍した。2011、12シーズンは、単独5位となる15ゴールを挙げクラブの昇格に、貢献した。 2012年7月20日、ホームのスタルトスタジアムで開催された、ロシアプレミアリーグ2012-13シーズン開幕戦の FC ロコモティフモスクワとの試合で、プレミアデビューを果たし、前半の16分には、プレミア初得点を挙げた。試合は2から3で敗れたが、試合後に、ロコモティフを率いるスラベン・ビリッチから、ファンタスティックなゴールだったと賛美された。 2012から13シーズンの冬季中断期間に PFC チェスカモスクワの練習に参加したが、移籍は実現しなかった。2013年6月25日、FC トムトムスクに移籍した。2014年7月、PFC チェスカモスクワに移籍した。2016から17シーズンは FNL に降格した FC ディナボモ,モスクワにシーズンローンで加入することが決定した。 ありがとうございます。